試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。今日はね、3月8日金曜日に発売されます、クリストフ・ルメールさんとユニクロさんのコラボのユニクロ U 2024年春夏コレクションをご紹介したいと思います。一緒にね、 PC の画面を見て、ご説明させていただきますので、ぜひ最後までご覧くださいね。それでは行ってみよう。というわけで、なかなかね、この色味、一言で申し上げてデジャビュー、既視感を感じるのは私だけでしょうか。いや、あのデザイナーさんもね、特に男性の方、ちょっと一時前に流行ったノームコアで、ノーマルな、本当にあのオーソドックスなお洋服を日頃毎日着るっていうようなワードが昔流行りましたね。スティーブ・ジョブスがね、ほら、よく同じ格好をして毎回出る、そうすると考える時間が必要ないっていうような話をしてたんだけれども、ああいうなんかこう男性で無駄を省いて、しかも自分に似合うもの、分かってるものを毎回発表していきますよっていう感じがね、ちょっと否めない感じはするんです。しかしその中でもいいなと思うものがいくつかあるので、しっかり見ていこうと思うんですけれども、細部までこだわり抜いた革新的な素材使いとコンテンポラリーなシルエット、シンプルでいて今を感じさせる上質なワールドローということなんです。はい、というわけでね、ルックブックを見てみたいと思います。私が素敵だなと思うのはね、この紺、綺麗ですね。この紺が綺麗なのと、このリュック、バックパックのブルーっていうのはなかなかね、最近黒ばっかり多いじゃないですか。で、かといって薄い色は汚れてしまいがちなので、この紺はなかなか素敵じゃないかなと思います。そしてね、このコート、私、毎年この感じ出てて、一番最初、初年度にね、私購入した特攻服とかって言われたりとかするものあるんですけれども、これなかなかね、やっぱりね、便利なんですよ。軽くて、しかも長さがもっと長かったんですけれども、すごく軽かったのと、これからね、まだ先だけど、梅雨のシーズンとかでもうまく使えたりとかするものなので、重宝するものです。それからね、今回、素材としては、パラシュートブラウスだったりとか、パラシュートパンツっていうものが、あと、パラシュートパンツはね、もうオリジナルですでに出てますけれども、このあたりがね、パラシュートブラウスでしょ？それから、パラシュートパンツが、まあ、これですね、ちょっとね、なんか寸足らずな、この人身長が高いからなんでしょうけど、寸足らずな印象があるけれども、はい、これパラシュートパンツ。このスカートがパラシュートスカートですね。私はね、この中で一番パラシュートブラウスがいいなと思って見ています。はい、後でじっくり見てみましょうね。それからね、私この UV カットのエアリズム、レギンス。これはね、なかなか今までないパターンだったので、これをおすすめしたいと思います。ヨガだったりとか、スポーツウェア用だったらあったんですけれども、タウンユースでワンピースの下なんかに着れるんじゃないかなと思います。ワンピースこの感じも素敵だと思います。あとね、すごい綺麗だなと思ったものも、パンツ。このデニムだったかな？はい、ありますので、じっくり見ていこうと思います。はい、商品ラインナップを見ていきましょう。スーピマコットンクルーネックティー。それから、ドロストリングショルダーバッグ、パラシュート、クロップドパンツでしたよね、さっきのね。はい、ボクシーテーラードジャケットっていうものもあります。どうしてもね、色目と、それから、色味、それから、形がどうしても既視感だったりするんですけれども、その中でも、はい、先ほどお伝えしました、このパラシュートブラウス、特にこの白、オフホワイトがおすすめしたいと思います。はい、こちらですね。はい、こちらのオフホワイト、首のところのシャーリングと、それから裾のところのシャーリングなんかがすごく特徴的ですよね。素材としては 65% コットン、35% ナイロンということで、透け感がないと。で、ただオフホワイトだけややあるということなんですけれども、これはね、可愛いと思います。で、コットンが入ってるのもまたいいんじゃないでしょうか。そしてで、セーター、カーディガンはちょっとスルーしたいと思います。私このね、エアリズム UV カット T の長袖が素敵だなぁと思いました。今映ってるのはこれはオリーブでしょ？でね、このね、ブラウンがね、なかなか素敵だなっていうふうに思いました。これね、はい。これがなかなか素敵だなと思いましたけど、この色味はね、ちょっとオータムさんの色味なんですよね。黒人の方が着るとめちゃくちゃ似合うって感じなんですけれども、いや、別に黒人の方が必ずしもオータムとは限らないんですけれども、ちょっとね、日に焼けた方だったりとか、あとは、まあ、
日に焼けてもね、実はね、カラーってあんまり変わらないんですね。日に焼けるとパーソナルカラーが変わるんじゃないかと思われる方もいらっしゃるんですけども、日焼けしたとしてもカラーは基本変わりません。ただし、まあこういう色だとね、割と日に焼けると似合いやすくなるというところでしょうか。パーキーも素敵でした。この長袖のね、細身の腕っていうところがなかなか大人っぽさを感じるところでございます。エアリズム UV カット T、はい、です。そして、スウェットクルーネックシャツも、なかなか形としてね、前にも私、このタイプをスタンドネックのメルさんのものを購入して、袖口がふわっとしてて可愛らしいっていう印象のものを購入しましたけれども、袖元がすごく可愛いのとコンパクトだっていうのが今年のトレンドという話をしてますので、丈がね、短くなってるっていうのが若々しいところじゃないでしょうか。そしてボトムスのこのハイウエストストレートカラージーンズ、これがなかなか綺麗な感じがします。あとね、ダブルフェイスパンツも素敵なんですけれども、ウエストゴムでね、下も少しだけのようにブロストまでいかないけれども、ちょっとね、少し絞ってあるような感じですが、私はこのハイウエストストレートカラージーンズが素敵じゃないかなと思います。なんとなく気分がね、このブラウンがおすすめしたいなと思って、ブラウンでもちょっと大人っぽい感じのブラウンなんですね。少し赤みはあるんだけれども、ちょっとピンクに触れてるというか、少しだけシャノかかったような感じもしているので、意外といろんな季節の方も似合いになるんじゃないかなというふうに思います。それからパラシュートクロップドパンツはね、もしかするとちょっとあんまりスタイルがよく見えないかなっていう感じがしますので、実際に着てみてから皆さんにお伝えしたいと思います。はい。それからね、パラシュートスカート、どうしてもね、パラシュートスカートっていうと GU で出してたりとかね、ちょっとタフタミディフレアスカートみたいな、割とこのシャカシャカっとした感じでふわっとした印象があるんですけれども、やはりさすがルメールさんが作るだけあって、無駄を削ぎ落とした感じ、乙女な印象なんていらないわみたいな、そんな感じなので、もしかすると丈感とかが私はあまり好みじゃないかなっていうところでしょうか。割と普通すぎるような気がします。私ね、このエアリズム UV カットレギンスなんだけど、先ほども言いました、これがね、結構いろいろ使えるんじゃないかなと思います。ワンピースで下に、レギンス履かれる方結構いらっしゃると思うんですけれども、あれね、スカートの丈によってどれだけレギンスが見えるかっていう問題ってすごく重要でね、長さがある程度あって濃いレギンス、黒いレギンスとかだと、すごくなんかね、目線が下に行ったりするんですよね。で、そういう時に、ちょっとこういう赤っぽい感じの色だったりとか、それがこういうね、ナチュラルなカラーだったりとか、イーブグリーンだったりとか、ワンピースに合った色だったり、スカートに合った色の、だいたい同じような色の、レギンスだったりすると、すごくおしゃれ感が増すので、もう皆さんもう決まって黒のレギンスみたいなパターンがあったんですけれども、で、しかもね、足首のところで止まってるんじゃなくて、トレンカタイプ、足の裏までこう、ホールドしてくれるタイプなので、ちょっとこう、この足首のところがグッと締まると、足がむくむのよっていう方もいらっしゃる、まあ、当然私もそうなんですけれども、そういう方にとってはすごくプラスなんじゃないかなっていうふうに思います。はい、とにかくこれはいいと思います。UV カットだしね。で、意外とほら、夏、春夏になってきても、ちょっとお腹周りが寒かったりとか、クーラーが入ったりとかするとね、衣元ない時があるじゃないですか。そういう時のためにも、これね、一つ買っておくと、私たち世代にすごくいいんじゃないかなと思います。まあ、冷えは大敵ということで。そしてワンピースなんですけど、クレープコットンスナップワンピース、それからスリーウェイシアサッカーワンピースっていうのがあります。私はね、このスリーウェイシアサッカーワンピースがいいですね。3,990 円。なんだって私ね、トゥーウェイとかスリーウェイっていう言葉にとっても弱いんです。これ世の中の方、割と弱い方多いと思うので、一緒にちょっと見ていきましょうか。はい。なぜスリーウェイなのかということで、綺麗なカーブラインにスリーウェイ仕様できるベルト付きということで、まずね、これがウエストのところで合わせられるっていうところがね、お腹周りとかっていうのをカバーしてくれるっていうのが一つでしょ。それから、このようにストーンとこうやって落として着ることもできる。そして、後ろにつけてるんじゃないかな。後ろに回すことができるのかな。どういう風な提案をしてるのかな。ちょっと見てみましょう。仕様ということで。
袖をロールアップするのもおすすめ。あ、これね、ここちょっと長いからロールアップすることもできます。それから、これね、後ろで巻いてます。後ろで巻いてる姿を見せていただけたらよかったらね。前でしょ？それから、後ろで止めてるでしょ？そして、フラしてストンとハイベルトも下に落ちてるタイプということで、スリーウェイということなんですね。で、裾じゃなくて、この袖口をロールアップする、して、ご自身のね、好きな長さに変えていただくことも可能ですということと、前身頃にサイドシームを入れてカーブを描くシルエットになってるんですって。ウエストシェイプできるベルト付きでスリーウェイのスタイリングが可能。先ほど言いました。前で結ぶ、後ろで結ぶ、ストンと落とすっていうパターンですね。で、この色にね、沿ってグリーン、ダークブラウン、それから、ブラック、そしてこのオフホワイトで中にレギンス履くこともできるし、確かね、ルックブックでは中に UV の T シャツを着て、ちょっとね、袖が2段階になってるっていう着こなしも見つけました。うん、それもそれでなかなか素敵だと思います。はい、続きまして、これね、コットン 100% なんですって。シアサッカー素材だから、まあ基本サッカー素材っていうのは、割と、これサッカー素材って言っても、あんまりこう分かりづらいかもしれないけれども、肌にね、割とこう密着しないので、汗かいたとしてもさらりとしてますし、シアサッカーということで少しだけ透け感もあると思いますが、透け感なし、ただオフホワイトのみややありということですね。で、裏地はないんだけれども、ホワイトのみ、オフホワイトのみケミソールインナーがついてるということです。はい、3990円ですね。これはなかなかいろいろ着こなせるんじゃないかなというふうに思います。そしてグッズなんですが、先ほどもお伝えしました、いつものね、ドロストリングバッグのスモールと、通常サイズもありますが、このね、バックパックが私おすすめですね。私基本的にバックパックを持ちません。なんでかっていうと、洋服がこう、乱れるっていうのがあんまり好きじゃなくて、でも、やっぱりオッケー上、いろんな、その、なんて言うんでしょうね、ちょっと山登りするとか、ちょっとスポーツに行くとか、いつも重いものを片方で持ってるんじゃなくて、なんとなく今日はラフに仕事したいわっていう時は、このドロストリングバックパックなんかいいんじゃないかなと思います。ただしね、中身見てないんだけれども、物がね、ぐちゃぐちゃってなるのはちょっと否めないので、できたらね、中に、ちょっと小さな小バッグを入れて、こう仕分けのできるそんなものを入れながら使いたいなっていうふうに感じます。3990円ですね。このサンダルももうよく、私はね、このオリーブを持ってますけど、これグレーなのね、はい、オリーブを持ってますけれども、はい、この色もなかなかいいんじゃないかしらね。トータルで色を見せるっていうのはなかなか素敵じゃないかなっていうふうに思います。はい、というわけでね、最初に、私の苦言というか、はい、からスタートしましたけれども、デジャビュー、既視感、なんか前も見たぞこんなのっていうふうにね、思うような色味と、それから、形が多いんだけれども、その中でもパラシュートの素材を使ったトップスだったりとか、 UV のロングの T シャツ、それからレギンス、はい、トレンカのタイプだったり、前で、ね、結んだりとか後ろで結んだり、スリーウェイで使えるワンピースとか、それはそれでいろいろなものがあるので、おすすめのものをもう一回おさらいしたいと思います。このユーティリティフーデッドコート、これに関しては私はだいぶ前に買いましたけれども、すごく使い勝手がいいのでおすすめです。それから、このパラシュートブラウス、オフホワイトが私はおすすめだと思います。首のね、このネックラインのところと、それからウエストのところに、ギャザーが少し入っていて、特にね、胸元にちょっと貧弱だって感じ、このね、あたりがね、ちょっと、痩せてて貧弱ちゃんと思ってらっしゃる方にはすごくいいデザインだと思います。はい、それから、はい、こちらのエアリズム UV カット T ですね。これはなかなか色の展開がおしゃれです。そしてボトムスはハイウエストストレートカラージーンズですね。このブラウンがいいなという話をさせていただきました。はい、それからこちらのエアリズム UV カットレギンス、これね、まあ、2990円でタイツよりはちょっとお高めではございますけれども、これなかなかいいんじゃないかなというふうに思います。ちなみにこれのね、素材を見てなかったですね。こちらの素材は 65% ポリエステル、 26% ナイロン、 9% ポリウレタンということでございます。はい、ですのでね、このエアリズム UV カットレギンス、はい、いろんな意味で使い勝手がいいと思いますので、私はトライしてみたいと思います。そしてワンピース、こちらのスリーウェイシアサッカーワンピース、そしてグッズは
今回ね、バックパックをトライしてみたいなと思う五十嵐でございました。というわけでいかがでしたでしょうか。ぜひね、3月8日私も店頭に参りますので、私がね店頭にいました時には五十嵐さんとでも声をかけください。すごく楽しみに声をかけていただけるのをお待ちしている五十嵐でございます。はい、というわけで試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいです。それではまた次のコーディネートでお会いしましょう。バイバイ。